トモローグこのコーナーではリスナーの皆様からいただいたエピローグを竹中が脚色演出し皆様に朗読でお届けしていますこんにちは合わせのボンジューローです花展ではお花になったこともありますがトモローグに登場するのは初めてですよね3月ももうすぐ終わり 僕にはこの季節になると思い出すことがあって、今じゃ合わせのボンジュー道、合わせで生活してるんですが、僕って実は転勤族なんですよね。あれは5年前の出来事で、その当時僕は青森で働いてました。寒い。3月ももう終わるってのに、今日まるで冬じゃん凍えちゃう。桃引き桃引き。会社に行くのも毎日大変だな。 おはようございます。いや、今日も寒いですね。あ、ボンジュうろさん、移動の紙出てますよ。え移動の紙嘘、それ移動か。そういえば年末にあった面接で、そろそろぼんジュうろうも移動かもしれないから覚悟しといてねって言われたわ。ええー、今度はあったかいところがいいな。ぼんジュうろ3月31日付、青森支店より、 広島支店。おお、えー、次広島ええー、あ嬉しいねあお好み焼き好きだよええー、カープファンでもあるぜボンジュ十郎さん移動か寂しくなりますねに万。ちょっとボンジュローさん、顔にやけすぎですよこっちは悲しんでるってのにあごめんごめん。いや、俺は青森ももちろん大好きだけど、お好み焼きも好きでさ課長ああ、広島支店頑張ってくれよ 年休って僕どれぐらいあります引っ越し準備しないとで。あー、5日はあるかなそうですか。じゃあ、3月27日の週から休み入っていいですかああ、もちろん。引っ越し準備とか色々大変だと思うけど。とりあえず、送別会は3月の24日とかでどうだ休み入る前に。あ、ありがとうございます。万ん郎さん、ありがとうございました。乾杯 ここからは、あれよあれよと世話しなく時が過ぎて、僕は広島でのアパートはネットでも契約をして、移動日に広島入りすることにして、引っ越し準備をしていたんですね。なんでしょうね。 移動ってなると、スーツとか靴とか文房具とかカバンとか、新調したくなるんですよね。あれかな広島支店って可愛い子とかいるのかないや、何キャラで行こうかなでも、初め張り切りすぎると、後でボロが出ちゃうから、青森時代についたおっちょこちょいキャラみたいなのは、どうしても広島では出したくないね。うーん、俺はできる男にキャラ編したいな。あ、シャツにネクタイも新調しようかな。 ビシッとした感じ必要だよね。ショッピングセンターにて。わあ、ピンクのネクタイとか、俺こういうのつけたことないけど、でもいいかも。あ、そうだ、帰ったら古いやつは捨てて、そっか、明日引っ越し屋さんが来るのか間に合うかな。そして、広島に出発する一日前。これで以上ですね。えー、敷金で賄えますんで、オーバーしてるお金発生しませんよ。 あ、本当ですかよかった。で、僕、明日朝、かなり早くに出発するんで、今日、実はここで寝たくって、あー、うん、あ、いいですよ。じゃあ、鍵ポストに入れておいていただければ、あ、本当ですかありがとうございます。いや、順調。順調じゃん。え、この後の美容院も間に合うから、かっこよくしてもらわないと。ピララララ、ピララララ。電話ん ?082? ん 見たことない電話番号だな。え、誰だろうピもしもし、広島支店の坂本です。あ、次の僕の上司だ。あ、坂本さん。明日からよろしくお願いします。盆十郎です。どうしましたえどうしましたってもうこんな時間だけど。盆十郎君は今どこにいるのええ、どこって家ですけど。どこのあ、 実はまだ青森なんですよ。明日朝一で広島入り予定でした。あ、遅刻はしないですよ。大丈夫です。で、荷物は明日全部広島に届くようにしてあるんで。えっとね、今日3月31日だよね。君の移動日って今日だから。今日会社に来ないと。他の部署の人たちみんな来てて、うちの支店長の,の,の顔合わせ、これからするし。え何え移動日って4月1日じゃなかったんでしたっけ 違う、今日だね。3月31日。うちいつも3月の最後の平日が移動日だね。ちょっと待ってください。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいね。今からちょっと新幹線、あのー、新幹線、あ、ちょっとすぐ折り返します。どうしよう、どうしよう。この時間だと、もうどう考えても、名古屋までしか行けない。終わった。俺終わった。終わった。トゥルルルル、ガチャ。すいません、あのー、明日が移動日だと思ってて、今日、行けません。 あだろうね文十郎君だけ移動日を変更してもらえるように総務に相談するからあ本当にすみませんあ俺のキャラ編ああいろいろと終わった「もローグ」このコーナーは午後2時半からの「花々天国」の中で月曜日と火曜日に行っております。 大体時間は午後4時10分頃からです。人気コーナーになります。ぜひ皆様もトモローグへのエピローグを送ってきてください。どんな内容でも構いません。懸命にカタカナでトモローグと書いて投稿をお待ちしております。花展アットマーク r 沖縄ドット co.jp です。そしてリアルタイムでも。 ハナハナ天国をお聞きくださいまたラジコでも聞き直すことができます